今すぐに姫様とそのモビルスーツを渡せ。走行しろ。このユニコーンを取り戻すとすれば連合軍の底は入られるんです。それは敵の理屈だ。違うよマリーダさん、あなたたちは直線的すぎるんです。だからオードリーもユニコーンは渡せないって。敵の理屈だと言っている。全身がサイコフレームでできているのか。こんな分からんや。人がどれだけあがこうと結末は変わらない。それでも
の信号に検出した鍵を観測。巨大です。コロニーサイズの物体と測定。オードリーも聞こえているな。今すぐ避難するんだ。私たちはここに残るな。自信があるのでしょ。やってみてください。そして必ず帰ってきて、約束を考えることは許しません。命を落とすことで極限を超越した獣、ユニコーンガンダム、ついに。
結末は変わらない。